本作は伝説のモータースポーツ漫画頭文字 D の後継作。10話ではオートショップスパイラルゼロの奥山によって 86GT がアップデートされました。11話では沢渡り見つてる CV 大阪亮太とアルピーヌ A110 が登場。片桐かなた CV 内田大馬との因縁が明らかになります。さらに MFG 第2戦芦ノ湖 GT の予選がスタート。前園和弘 CV 宮園拓夢が本題の SX で出陣するなど新たなマシンも登場します。イコール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 。サブタイトルターン11、天才覚醒次回予告。嵐時代2戦芦ノ湖 GT の開催が迫り、86のアップデートを確かめるためテストランを試みる彼方、マシンの戦闘力は大きく向上しており、彼方は奥山の手腕にうなる。だがその時、青いアルピーヌが鮮やかに86を抜き去っていった。前回のレースに参加しなかった4人目の男、沢渡り光輝である。かつて欧州でカナダと出会っていた沢渡りはライバル心を燃やす。そして始まった予選、天才と言われた沢渡りはその実力を覚醒させる。スタッフ脚本稲荷昭彦、絵コンテ高橋誠与、演出横野光代、演出チーフ浜田翔、総作画監督由井哲太郎、坂本千恵子、作画監督西田美也子、山崎香織、鈴木遥、田中あや、イコール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 、コピーライト茂野修一、講談社 MF ゴースト制作委員会、公式サイト https://mfg-aine.com 公式 X https://twitter.com/mfganime 公式 YouTube https://youtube.com/mfganime 公式 TikTok https://www.tiktok.com/mfganime イコール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 。配信情報、デミノンプライムビデオにて先行配信アニメタイムズ D アニメストア他以下のサービスでも順次配信中。アベマ、DMMTV、Hulu、Unext、アニメ放題、Netflix、ワウワウオンデマンド、アニマックスオンデマンド、FOD、バンダイチャンネル、JCOM オンデマンド、テラサ、ミルプレス、楽天 TV、クランクインビデオ、ハッピー、動画、カンテレ動画、ミュージック .jp、ビデオマーケット配信開始日時は、サービスによって異なる場合がございます。詳しくは各配信サービスにてご確認ください。カンテレ動画、ミュージック .jp、ビデオマーケットは最終話放送後一挙配信予定。詳細 https://mfg-anime.com/onair/ 放送情報。10月1日日曜日24時より東京 MX BS11 アニマックス他にて放送中。東京 MX 毎週日曜24時 BS11 毎週日曜24時アニマックス毎週土曜23時 RKB 毎日放送毎週日曜25時20分読売テレビ毎週日曜26時29分テレビ愛知毎週火曜25時30分静岡放送毎週水曜25時25分テレビ瀬戸内毎週金曜25時29分、栃木テレビ、10、17火曜日23時より毎週火曜23時、放送予定は変更になる場合がございます。
イコール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